はい、どうもゆたです。新年明けましておめでとうございます。今年も僕のチャンネルをよろしくお願いします。で、チャンネル登録者も1000人超えました。ありがとうございます。で、今日はちょっと富士の新春初走りみたいな感じで体験走行みたいなやつがあるんですけど、まあ先頭に先導車がいるやつなんでそんな飛ばせないんですけど、富士の本コースをちょっと走っていきますんで、今日は走行動画になります。結構台数集まってますね。あそこに VAB が D 型と D 型 E 型かな、後期、あとあっちは多分アプライド ABC のどれか前期ですねが見えます。ちらほら結構 VAB 見ますね。はい、今走行が始まる前の待機列みたいな感じで、こんな感じですごい集まってますね。皆さんこれから走りますね。で、これ先着なんですよ。で、何時だっけな、6時オープンで僕は5時ぐらいに来て結構並んでて、83番、走行時間は8時9時で、集合場所7時から、今7時40分ぐらいかなですね。で、ここに注意事項書いてあります。はい、特別体験走行、集合場所今ここにいます。で、8時になったら多分走れるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、めっちゃ楽しみですねと言いつつも何回かもう走ってるんですけどね。何回目か、毎年のように一応来てるんで、はい、いやー楽しみです。空気が澄んでて富士山がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。はい、じゃあ今動き始めましたね。レーダーキャンセルポイントを検知しました。キャンセル、
なみに今 SI ドライブは S で走ってます。でトラクションは全カットしてます。ちょっと踏んでみますか。広いんで全然ケツ振っても大丈夫そうですね。この今履いてるハンコックのベンタス RS4 ってタイヤ本当冷感じがグリップしないんで今みたいに簡単にケツが出ますね。トラクション全カットしてるのもあるんですけど、すごいですね。っていうところのパッドなんですけど、結構耐熱も700度ぐらいまでのやつで、サーキット向けのやつですね。効きは抜群です。
カメラ見にくかったらすいません。渋滞がすごい。あと1周ぐらいできるのかな。湯温は今100度です。水温は今90度、で外気温はマイナス1度で、空気温度が22度。燃費は 5.6。 まあこれさっき透明の海老名でガソリン入れて、そこからリセットしての燃費です。とにかく悪い。まあこの EJ20 は悪いっていうのはもうね、皆さん知ってると思うんで、あとはまあ乗り方次第っていうのもあると思うんですけど、いや富士山めっちゃ綺麗だな。走ってるって考えるとすごいですよね。ナビにも一応コース出てんのかな、これナビには、あ、ナビにも出てる。サーキットのコースがナビにも出てますね。出てますね。いやー、みんなはしゃいでますね。あんまはしゃぎすぎると怒られちゃいそうなんで。早いな。
れないですよね、やっぱり。来年とか再来年ぐらいには走りたいですよね、富士とかも。ブレーキもきついし、グリップも全然しないしで、全然満足するタイム出なかったんですけど、今回はちょっと楽しみです。あとスタビの前後も変えて、リアもスタビリンク入れてるんで、まだ取り付け動画載せてないんですけど、今度載せますんで。すると500円半額で走れるんで、すごいお得です。500円でね、こんな3周できるのはすごいいいですよね。やっぱ初心者の方とかはいいんじゃないですかね。やっぱこういう大きいサーキットになると、本当本気で走ってる人たちいっぱいいるんで、走行会行っても結構怖いと思うんですよね、なかなか。こうやって気軽に走れるのは本当いい体験ですよね。車がいっぱい止まってますね。やっぱ皆さん本当車外のブレーキに変わってますね。速そうな車ばっかり、ポルシェ。じゃあこんな感じで今回の動画は以上になりますんで。
ー